これ、エゾマツ。これはね、お昔にこれ、寄せ植えしたの。猫は同じなの。猫は別々。別々か。うん、だけどもう、これはあれだね、切り離せできないね、もうね。できないね。うん、これはこれで、一生仲良くするんだね。これ仲のいい親子なんでね。あ、そう。これ離れられないんですよ。それでこういうやつをね、ちょっとほっといたらね、ビャーっと伸びたんでね、うん、頭ちょっと今、昔はちょっと背高かったら売れたんだけど、今はね、背高いものってなかなか場所の関係でね、今売れないから、やっぱりちょっと低くした方がね、うん、これはこれでね、ちょっと背あったらまたね、迫力あったんだよ。まだまだ背高かったの、これ。うん、これはね、昔はね、これの、もっと背高くてもそれなりにね、スマートにできてればね、お客さん喜んだんだけどね、今はちょっと時代的に、上がね、背高いのってあまり好みでなくなったんでね、こう、あったんですよ、上も、ここも、ここも。これ、これでも切ったの？これも切った。ちぎるようにして切って、ちょっとね、ここは今ちょっと白くすればいいんだけど、とりあえず今ね、この形だけ、最小限のね、形だけ作っとかなきゃなんないんでね、ちぎったよね、折れてるわ。うん、それはあとちょびにちここもあったんだけど、これも今ちこれはパチンと切っちゃうけどね。それでこれはですね、今ある程度時間かけてもうほったらかして置いた例の仲間なんで、うん、これをね、今枝をね、自然の木のようにこう下げるんです。こういう風に、うん、位置的に全部、うん、この辺に北海道の山にね来た人わかるけど、エゾマツってみんなこんな風になってるの、うん、このぐらいまで行ってんのね。全部下げないとね、皆さんが見慣れた風景に見えないわけさ、うん、なるほどね、うん、声上がってるもんでないんですよ、うん、山のエゾマツは全部こう低く下がってるの、すべてね。山でなくても下の方が下がってるわ。うん、山でなくても下の方が下がるんでね、うん、それでこれはね、まあ、絶対針金でないとね作れないんでね、うん、これからね、ちょっとまあ真ん中のはこれね、ちょっとね、流れ的にね、この太いのはね、何も効いてるんでないけど、一応、リズムが感じられるでしょ、なんとなく。こういうものってね、見た目がね、うん、大事なんでね、こんな太い木は曲げようと思っても、ちょっとこんな針金なんかで無理なんで、ね、うん、そうだね、これは流れのリズムがね、こう、動きを感じさせるために、こう、針金がね、ちょっと巻いてあるんですよ。うん、だけどこういうとこはきちっと効かせなきゃなんないんでね、うん、それで今ちょっとこれかけてみたんだけど、この今下からかけていくんね。一応親の方はさ、またかけるけど、うん、この方はね、だいたい針金かけ、これでだいたい一通り終わったのさ。なるほどね。うん、こういう感じになってますんで、こういう感じね。こういう感じですね。こうですね。こうですね。よし。それでこの枝はこれでかけると。たっとうまくいったね、これ、うん、それはうまくいったわ。これちょっと冴えてるぞ、今日、うん、いや、途中でごまかした様子がないもん。ごまかした様子ないでしょ、うん、俺はスムーズにリズム感があったでしょ、うん、今これはもう途中で考えてないもん。考えてない、スズってピタッと終わったでしょ、うん、冴えてんだわ。これはこうやってさ、こういう感じでね、いくんです。それで、この頭のね、これね、もうこれちょっと見苦しいからね、これは取っちゃいましょう。もうあまりギリギリまでね、うん、わざと逃げてあるの、この枝を大事にするために。だけどこっちも元気良くなったからね、うん、これはね、ボサボサにしなくてもいいんですよ。これはもう芯止めちゃうの、うん、そのうちにこれかぶってくるから、うん、そしたらこれが芯になるから、もともと枝だったんだけどね、これを芯にするわけ。なるほど、ね、それでここでグイッとこう持ってきて、うん、でこの枝をグイッと下げて、ここでこれ一つできたでしょ、うん、ね。それであとは小枝、また今ね、新芽いくらでも出るから、こういう感じに小さくしとくんです、うん。
こういう感じに。今度はこれとこれをかけてくるね。だからこのぐらいいるでしょ、この針金ね。おでこういくわけね。こう綺麗に揃えてこういくでしょ。なるほど。こうね。それでこっちは上がってくるでしょ。下から上上がってきたでしょ。うん。でこれで先の方まで綺麗にかけていく。こうかける。かける。かけてこれで伏せる。うん。パチッとうまくいったでしょ。長さもぴったり。ちょっと長かったけど、まあこれ多めに見よう、うん、日頃の行いから、うん、日頃の行いがいいから多めに見よう。でこれがこうくるわけでしょ。それで今度はこの枝をこちらへ持ってくる。でどっちかにこれだね、かけるのね。これですね、こういう感じにかけてる。ちょっとこれですね。これはやっぱり後ろ、そこによし、よしがあるからいいな。バックがちゃんとしないと分かる。あと分かんねえからね。これですね、これかけたでしょ。これかけたでしょ、うん、これもかけたいの、うん、これで、これはもうちょっと細いやつね。分かったか。これでこっち、これでいいな。これはこの太さで、この太くて効くの、うん、これとこれだから、うん、これで効きます。これとこれかける。こういくでしょ。こうね。こう。それでこっちはこっちでかける。こういう感じ。こうかける。それでこっちはこっちで。でこうかける。こうかける。でしょ。そしてこれは一応これね、後ろ枝になるんです、こういうふうになるでしょ。こっちからこう見た時に、こっからちらっとこの空間から見えるようにね、するわけね。それでこれをここにもこっちに持ってくるわけ。ちょっとこういう感じね、それで一回また奥へ引っ張って、前に一回ちょっと出す。でこれは短い枝でいいから、こういう感じでここからチラッと見えればね、あまりベロッと見えてもね、奥の枝はね、ほんの少しあればねいいわけさ、後ろ枝で。でこれはこの枝をちょっとこう曲げる。ちょっと曲げる。こっちからこっち裏だから、でこうまっすぐよりもね、ちょっとこうゆすりを入れた方がね、ボリューム感あるでしょ、木にまっすぐよりさ、短くなるし、ふわっとしたボリュームが出てくるでしょ、でこれもさ、今もこれはこっちから見る後ろ枝、それであんまり向こう行っても木が大きく見えるんで、やっぱりゆすりを入れて小さくこうゆすりを入れておくわけ。こういう風にしてね。そしてこれもゆすりだからこうなるわけさ、こういうゆすりね、こういうゆすりって、ゆすりたがりのゆすりじゃないゆすりって意味わからない。わかるでしょ。わかんない。いや、そんなこと言うから余計思うこれゆすってるっていうのね、難しいね日本語難しい何をゆすってるってらって、ね、ゆすりたかりのゆすりかいって言われるんだけど、今度はこれとこの枝がここに来るわけ、ちょっとね、そしてこれとこれをいきます、はい、これとこれ、はい、それはこの子、この子のこの針金です、はい、これです、銅線です。ちょっとね
この小枝の先まずだから面倒だけどね、結果はやっぱりね、何たってちょっと今手間かけておいた方がね。それでね、こういうのは今ちょっとね、長年置いといたんでちょっとこう長いでしょ。ところがね、これこの針金かけてね、うん、ちょっとそれこそ刺激を与えるとね、うん、こういうとこから出やすいの、あのだらーっとしてるよりもね、ちょっと緊張感与えた方がね、芽出やすいんだよ。それはあのエゾ松特にそうだね。どんな松もそうかもしらんけどね、エゾ松は特にね、これちょっとゆすりをさっと入れとくとね、胴引きしやすい。なんかあれでないの、やっぱり危機感が感じるんかしね。その曲げたとこから出るの？いや、そんなことない。曲げたとこって決まってない。曲げた枝から出るってこと？本当はね、それが普通なんだけど、だけど そうでもないわ、どっからでも用意するわ。これはですね、ちょっと待ってください。この位置的な関係があるからね、こうでしょ、ここに来るんですね、こういう感じ。そう、線の上。それでね、これとこの子ですね、この枝ですね、これとこの枝ね、ちょっと待ってよ、こうだからね、この枝なんで、この枝なんで、これです。ちょっとここで一回こう止めておいて、こういう感じね、こういう感じ、はい、それでこれをまた下から持ってきて、こういう感じでいく、立っ立っていくでしょ、よし、こういくでしょ。そうするとちょっとこう離れてみる。今これだからね。でこれをこの上にちょっとこうかぶせる感じね。で長すぎるからちょっと揺すって、ちょっと揺すってここに乗せる感じ。ちょっとできたでしょ、ここね、感じね。下げ具合もいいでしょ、これでね。こういう感じね。こういう感じです。そして上の枝はこれです、はい、こうこうね、もうここに芽いっぱい用意してるでしょ、これね、これがね、こうやってやってるとだんだんこう懐に入っていくの。なるほど、元気のいい証拠、先にいっぱい芽が用意してる。これはあの新芽出てきたらみんな抜くんです、これはエゾマツは芽摘みしないとね、あのだらしない木になってくる。そこばっかり伸びちゃう、そこばっかり伸びちゃうからね。この枝とこれとこれです、はい、こうくるでしょ、こうくる。そうするとこっち上がってくる、こうくる、この枝ね、この枝とそれとこれです、こういう感じです。どれ使うかな、これここでね、こういう二股になってるやつはね、こっちを使うんです。この途中の枝ね、これ短かったらいいけど、ちょっと長くて太いからね、これは落として、これで決まりにしてって、こういう感じでね。どっちしてもね、今はこの長くなった枝をね、将来的にはこの半分ぐらいにね全部したいの。だからここに出てくるのを待つ状態でね、こう見た目ももちろん大事なんだけど、やっぱりこうちょっと先のことちょっと考えてね、
針金かけてんのさ。ちょっと 今もかっこよくなきゃなんないけど、うん、ちょっと先のこともちょっと考えてね、うん、針金かけとけばね、うん、後から後悔しないで済むからね、うん、次の世代にね次の世代にバトンタッチするにはね、ちょっと今あの格好悪くてもね、ちゃんと基本通りやっとかないとね、うん、それだろ、バトンタッチできねえわって言われて、バトンタッチできねえわって言われて、バトンミスだこれとこれを行きたいんですけどね、ちょっとちょいとね、流れ的にちょっと流れ的に今違うん、こう来るんですよね、こう行くんですよね、このやっぱりなラインに逆らえないんでね、やっぱりちょっとこうこれでライン通りに行ってね、こういいでしょ、行ってるじゃん、これでこういう感じ、こういう感じ、それでこれをちょっとこう開いて、どっちかの枝でちょっとこう開いて、これでバッチリ、よし、よし、ここを起点にしてこういく、こういう感じでね踏ん張り棒、土台をつけてで、こういう感じに、それで、よし、これで一応ね、全体の大雑把な流れはねできたので、あとはね、どっぱらから出てくるのをね、松野だぞ、ちょっと頭元気いいからね、頭は多少ね落としてもね全然心配ありません。